スチール製の教卓。教卓は、教授者が、教室に代表される、講義用の空間で用いる机である。教卓は、教授者が立つ台である教団の上に置かれる、もの、教団の前の床に置かれるもの、教団がないまま床に置かれるものに大別できる。なお、教団という語は、教団、教卓、黒板など教授者が用いる設備一式を指す語として、使われる場合、 ひいては学習者側に対して、これらの設備を用いる教授者側の立場を指すごとして使われる場合もある。そこから教育者としての立場である教職を意味する勧誘的な表現として使われることが多い。椅子と机の文化が一般的なヨーロッパでは、古くは中世の大学に初期机の流れを組む教卓と椅子が一体となった形の座席が見られる。日本の場合、 もっぱら木製床や畳などに座る文化を持つことから、武家の教育施設や江戸時代の寺小屋などに、教託は置かれず、教授者側、学習者側ともに初見台や床面に座って使う、背の低い初期机を用いた。古今東西教託といえば大抵木製であったが、近現代では、金属製品が広く、一般に普及するに伴って、学習者用の机と同じく、 必ずしも木製とは限らなくなった。それでも学習者用の椅子と机に比べればまだ木製である場合が多い。ありがとうございます。